この第6戦で両軍を通じまして初めてのヒットを打ちました足の速い平野が一塁です。日本シリーズでも一つ盗塁を決めております。セットポジションからおそらくはちょっとクイックで投げます。まあ、西本さん、目下が当たってないんでね、はい、あるいは近藤監督打線をいじってくるんじゃないかとも思ったんですが変えませんでしたですね。そうですね、ただこの大きな試合になってきてね、はい、その打順いじるとですねなんかこう違和感みたいなものが選手の方にもあるしですね、それから采配振るってる側にもそういうものを感じることもあるんですよね。あ、そうですか。立ち上がりの高橋は川村さんどんな風に映りますか。やはり平野が一塁出てからのこの間合いというものがですね彼本来のものじゃないですね。走られ前としてクイックで投げる、やはり走られていけないからその要するに自分のリズムじゃないんですよね。なるほどなるほど。またカウントが悪くなっています。ランナー下空振り大石です。タッチアウト。落としたボールを落としてるんです。セーフです。落としてます。今黒井さんも激しく、また高木則道コーチも激しく抗議をしておりますが、また村田さん、村田さんですね。平野ですね、はい、また平野ですね。空振りしてこの場面ですがどうでしょうか。あ、ね、ボールを落としてますね。落としてますね。これはセーフでしょう。近藤監督が激しく怒ってますがこれは、改めてセーフというジャッジがありました。これはもう完全なミスジャッジでしたからね。いやもう今のセーフはアウトじゃなくてですね、この前の一件があるものですからね要するにね、フットワークよくいいジャッジをしろというところを言いたいんじゃないですか、うん、はい。まあどうも村田さんはこの日本シリーズは西本さん役日と言いましょうかよくありませんね。そうですね、まあセカンドの山崎のねグラブにボールが入った時にね、ジャッジしてしまったですよね。そうでしたね、で球を落としたのがちょうど自分のコールをね、はい、する時になってしまってね目が離れてしまったんですよね。そんな感じでしたね。まあ、それにしましてもよくよく第5戦からの因縁と申しましょうか平野とこの村田さんそれに近藤監督が加わりましてあわやというシーンがありましたが、ジャッジがセーフであります。もうこれはまあ明らかなミスジャッジでしたのでセーフです。ワンアウトランナー二塁。高橋初回から